自民党の派閥の裏金事件を受け、岸田総理は、関係議員らの処分を検討する上で話を聞く、関係者の候補の中に、森本総理が含まれるとの認識を示しました。共産党、小池晃参議院議員、総理が自民党総裁として、森本首相に問いただして、国会出席してくださいと促すべきではありませんか。岸田総理、来週の政倫審の弁明も踏まえた上で、 党とししてて関係者のさらなる聴取をを行うかこれを判断ままいります共産党、小池晃参院議員、その関係者に、森本首相は含まれるわけですか。岸田総理、関係者、どの関係者にどういった形で聴取するか、それを判断いたします。共産党、小池晃参院議員、森さんが焦点になってるんですよ。 森元首相も含まれると明言していただきたい岸田総理関係者の中に森本総理も入ると認識をしていますその上で対応を判断いたします参議院の予算委員会で岸田総理は話を聞く関係者の候補の中に森本総理が含まれるとした上で関係者の中で誰に聴取するかどういった形で聴取するか実態を解明するために判断すると話しました 以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。岸田首相はここで関係者の中に森本総理も入ると認識をしていますと述べた以上、来週の政倫審で国民の世論が森本総理の承認刊問ということを要求した場合に行う可能性があるということを示唆した。こうした発言を行って結局呼ばなかったでは済まされなくなるのではないだろうか。そして この発言は岸田首相を窮地に追いやる可能性がある。つまり、第一に森本総理を呼べなかった場合には国民の支持率はさらに下がり、岸田政権は国民の信頼を完全に失う。第二に森本総理を呼んだ場合には自民党安倍派に所属していた議員の反発を招き、秋の総裁選の再選の可能性は限りなく低くなる。 いずれにしても難しい状態を自ら招いたと言えるのではないだろうか森が裏金事件の始まりかと国民がみんな薄々気づいていることだが本人に聞いてみなければ真実はわからないからねそうこうしているうちに森さんも奇跡に入られたらことの真相は本当に死人に口なしで森さんの後延々とうまい汁を吸った面々が 悪いやつばかりのようだから会長がすべて仕切っていましたなんて会長にすべて罪をこすりつけて肩かぶりしそうじゃない誠吟心でも知らぬ存ぜぬのオンパレードで自分の責任なんて認める幹部なんて一人もいないんだからでもよくよく考えてくれ安倍さんも細田さんの死んだ後も面々と繰り返されていたこの裏金に安倍派の幹部が関わらないで誰が意思決定するんだい キックバックの再開を決めた時の事務局長の西村なんて知らないは通用しないよ。各議員だったら森本総理も大切なんだろうけれど、なぜ最も大切である岸田総理が真っ先に身の潔白を証明できないのか。なぜ真っ先に捜査にはいられないのか。そこが疑問でならない。長年自民党で議員を推していて、役職者でもあるわけだし、裏金がないとは。 到底思えないおそらくほとんどの国民は、どの議員がいくら、裏金があったかなんかよりも、岸田総理がどうなのか、しか興味がない。調査すべきは真っ先に、岸田総理であり元総理とかはその後でいい。ついに禁断の領域に入りますか、首相。森元総理を引っ張り出せたら、意外と彼はボロを出すかもしれませんね。安倍さんが、 あんなに反対して止めさせようとしたのに、金儲けのシステムを手放せなかった奴らの最後が、いよいよ見られるのですね。首相、自民党の幹部を切り開き、悪い幹部を取り除くのは、今しかない。頑張ってくださいよ。これ、きちんとやり遂げられたら、少し見直します。頑張ってください。岸田は、日本の総理大臣と名乗るのはやめてくれ。本当に恥ずかしい。 何一つ仕事ができない、口を開けば、遺憾、増税、事実関係を確認する。そもそも日本の総理大臣としての技量も器もない、ただの総理大臣に憧れてるだけの輩。憧れだけで、日本のトップに居座られたら、国民はたまったものではない。とにかく1分でも1秒でも早く総理を辞めてくれ、議員を辞めてくれ。 国民は我慢の限界をとっくに超えている政吟心は残念な結果予想通りだったがやってよかった個々の政治家の嘘つきな面不誠実な面反省してない面いろいろ見えたこの人たちが先導して国民を欺いて奴隷のように税金を上納させていたのだと思うと腹が立ってしょうがない次の選挙が楽しみ 小さな一票が国民の力を合わせて大きな力になることを祈るばかり政治家は国家国民を守る政治のことは忘れてお金をいかに集めることばかり考えていると思えてなりませんただ呆れて政治家は信用できない存在になってしまいました一方東京都知事小池百合子氏のカイロ大学卒業詐称問題が再浮上して YouTube で取り沙汰されていますが疑念を持たれる政治家は自ら潔白を証明してほしいと思っています多分岸田さんはなぜ安倍派の幹部が本当のことを言ってくれないんだろうと内心を持ってるだろうな政林新党で誰かが森さんの名前を出せば聴取もしやすい結局は自分はトップでありながらも怖くて言えない相手が何人もいるのが見え見え そんなことよりももっと国民に目を向けて国民第一に行動してほしい。周りに気を使いつつ自分の地位は維持したい。誰のための総理総理としての資質なし。あの聖吟審を見てまだ説明責任が足りないのならという発言もあった。とんちん感もいいとこだ。聖吟審の録画や映像を見ていますが自民党からすると バス抜き程度にしかやっていないような気がしますしばしばこれまでになかったような辞職を考えたとか幹部の対応が不満とかといったこれまでにはなかった個人的な心情は明らかになっていますがこれで今回の問題の解決につながるとは思えません森元総理が出てきても記憶にない程度の情報しか出てこないんじゃないでしょうかもちろん、 性格を踏まえると予想外の情報が出てくるかもしれませんが、成林審に呼んだ次を考える必要があると思います。まあ、成林審での答弁には期待できないし、あくまで党内の権力闘争、コップの中の争いだとは思うが、岸田さんが清和会を徹底的にぶっ壊そうとしていることだけは一応評価する。まずはとにかく森を引っ張り出すことが必要だ。 その後承認関門まで持っていくことは今の野党ではなかなか難しいだろうがやれることはやってもらわないと話を聞くとか甘いこと言ってるからいつまでも舐めたことやるんだわ税金を私的に使用した悪質な犯罪の容疑だ公開の場でポリグラフぐらいかけても良いだろう嫌なら結構選挙でゲイヤしてもらって強制で過去5年より 前のことも調べ上げるだけだ。重加算税は、個人と事務所の資産を差し押さえて支払ってもらおう。足りない分は、刑務所の刑務作業で100年でも200年でもせっせと、働いて返してもらおうか。もちろん特別扱いなんて期待するな。誰かと接触すればまた悪さをするだろうから、独房だ。夏は暑く、冬は、寒い環境の悪い刑務所をわざわざ選ぼう。